どうも、ハマの YouTuber 宮野です。今回もプロス PS やっていきます。ってことで、最強決定戦のエントリー始まりましたね。はい、まあ、セリーグ最強決定戦に僕は、ね、挑もうと思うんですけど、ようやくね、エントリーが開始しましたと。で、今回やっていく内容なんですけど、スカウトなんですけど、こちらですね。はい、ノーマルスカウトの C ランク1を確定スカウト。こちらがね、限定で、期間限定で来ているので、今回はね、300連引いていきたいと思います。そう。まあ、毎回ね、これ来るたびに動画撮ろうかなというふうにはね、思ってたんですけど、なんかちょっと機械取り流してね、できてなかったので、久々に C ランク以上確定スカウトやっていきます。ではやっていきましょう。300連。ね。果たして A ランク選手は出るのか、S ランク選手は出るのか、検証していきます。300連も引けば、ね、出るでしょ。さすがに1体くらい。S ランクとは言わずね、A ランクくらいは出てくれると思う。お、早速 B ランク選手。いいね。特訓には結構ね、困ってるんで、素材に。これは嬉しいね。はい。まあ、こんなね、調子で、あとね、290連やっていきます。いきましょう。もしかしたら早送りなんかも使っていくかもしれない。ひらひらとか待ってくれたらね、確定だと思うんですけど。確定ではないか。ねえ、ほんともう、この間のゴールデンウィーク企画できなかったからね、本当に申し訳ない。3日間連続その S ランク契約書をね、ゴールデンウィーク中に引くっていう企画をね、取る予定だったんですけど、ちょっとね、都合が合わなくてできませんでした。申し訳ないね。ほんといいね、結構 B ランク選手は出るね。まあ、あの動画のね、あの企画の埋め合わせはちょっと今後何かしらのね、企画で埋めたいと思います。まあ、またね、Sランク契約書なんかを引いていこうかな。いやー、もうなんかね、ほんとあのイベントあったじゃないですか、熱湯スタジアムのランキング走るのを頑張りすぎてね、なんかもうそこでやる気を全て使い切ったのかなんのか分かんないけどね、そこでちょっともう疲れちゃったよね。まあ言い訳にしかならないんですけどまあ、あのね、ランキングで本当に全ての力を使い切ったなって感じですね。C ランク選手やっぱ確定なんで、持ってない、その、なんていうの、 C ランク選手出てくれるのは嬉しい。てかあれですよね、ミキサーが解禁する前に A ランク、あ、なんだ、先発か S 枠追加されましたよね。それが意外とびっくりだった。そう、 S 枠今回遅いんじゃないかなっていう予想をしてたんですけど、そう、まさかあのね、10人目に S ランク追加10人目でエース枠ね、登場しました。結構びっくりした。たまにいるよね、なんかこうストーブリーグとかで、 V ロードのストーブリーグとかで S ランクの山田哲人選手当てましたみたいな、ツイッターで見たけど、いや、そんなやばくない?ストーブリーグで急に山田哲人出るとか発狂だよね。なんか A ランク選手来ればいいなみたいな感じでストーブリーグ開いてみたらね、山田哲人ボンみたいな。怖いよ、ちょっと本当に。そんなん僕のところで来たらちょっともうどうしていいか分かんなくなっちゃう。ってことで100連分は終わりましたね。残り200連、現在110連かな。これで引いたところ、今のところ A ランク選手はなしという感じですね。まあ、B ランク選手も結構嬉しいっちゃ嬉しいんですけど、あの特訓の素材がないんでね、ほんとセ・リーグ最強決定戦に向けて特訓したいのに、もうね、餌が足りなくて困ってる。ってことで、ここも B ランク1枚。ちょっとみんなの聞きたいよね。あのストーブリーグで一番最高なんだ、ストーブリーグ出た選手の中で最高だった選手っていうのかな。僕は覚えてるのだと、2017年かな、シリーズの時にストーブリーグで蝶野選手の S ランク出ましたね。2017か16あたりだったと思うんですけど、そこで S ランクの、おお、 A ランク来たね。 A ランク牧原選手、そう、ストーブリーグで蝶野選手の S ランクが出たっていうのはすごい覚えてる。あれが多分
僕の中だとストーブリーグで一番最高の選手じゃないかな。うん、そう、電車の中でねストーブリーグパパってやってたら今日の選手出てえっってしちゃったよね。本当に電車の中だったのにびっくりだよだから本当に山田哲人選手とかねストーブリーグで来た時にはもう電車の中で多分発狂しちゃうと思う何こいつっていう白い目で見られちゃう多分。はい、まあそんな感じで A ランクは1枚出ましたね、牧原選手。なかなか良かったんじゃないでしょうか。では行きましょう、後半戦残り、200連かな、210連、全部引いちゃおうかも。これ最初300連って言ってたんですけど、まあできるだけ引きます。もう360連くらい引くことになるとは思います。ここはどうでしょうか。おー、 B ランク来ますね。あ、沢村選手、時の人あまり触れないでおこうか。まあちょっと沢村選手が気になった方はぜひね、ヤフーとかなんとかでヤフーかグーグルで検索してみてください。はい、まあね、お酒は本当に人を悪魔にするというか、なんというかお酒のせいにしちゃダメですけどね。さあ、ってことで後半戦やっていきましょう。唐川選手、ただ現在 S ランク選手は出ていないと。うん、 B ランクはまあまあまあ10連引けば1体はまあまあ来る感じかな。うん、だってここの C ランク以上確定で本当コンプしたいよね、 C ランク選手。全部スキップでいきましょう。いやー、でも本当にコメントの方でも来てましたけど、ネットスタジアムとかああいうランキング走る系でその1位取ってる方、まあ、MVP 取ってる方って一体いくら課金してんだろうっていうのがコメントできてたんですけど、本当そう思いますよね1位の方確か6億取ったんですけど、6億って僕の、まあ、僕今回1億取ったんですけどランキングで、いや6億って6倍だからね、それの単純に普通に考えて意味が分かんない。本当に1億取っただけでも相当僕頑張ったと思ってるんですけど、それの6倍はもう本当に死んじゃうと思う。うん、いや考えらんないよね本当。おお、めっちゃ B ランク来る。最後誰、北条選手か。まあでも本当前回の動画でも言ったんですけど、軽い気持ちでランキング走るのは本当におすすめしない。ちゃんと結構準備をした上でね、今回ランキング走るぞっていう準備を済ませた上でね走るといいと思います。まあやっぱでも最近のランキングは1億取っておかないと安心できないですね。今回緩いとか言ってたけど、言われててもやっぱいつも通り結局ね、あのボーダーが8000位は9000万くらい、9500万くらいかなだったんで、やっぱ1億取ってからですね安心できるのは。うん、今後ほんと1億取っても安心できないようになってきたらもう怖いよね。そこまでいくともランキングほんと大変になってくると思うんですけど、はい、では残り80連ですね、やっていきましょう。いやーだいぶ引いたね。うん、これがおそらく280連目だと思うんですけど、残り80連ですね。いやーでも今のところ A ランクが1枚かな確か。うん、 B ランクは結構出てると思うんですけど、まあなかなか渋めですね。うん、なんか1回前回か前々回この C ランク以上買ってきた時 S ランク出まくってて1回中止になるみたいなのがあったような気がするんですけど、気のせいだっけ。なんか一回ツイッター見てるとね、今回 C ランク以上確定で S ランクめっちゃ出ましたみたいな報告があった後ぐらいに、あの一回停止しましたよねこのスカウト。うん、それがすごい1個前か2個前あったのを思い出しました。今回はだからちゃんと調整されてんのかな。うん、 S ランクが出そうな気配がない全く。A ランクも1枚だからね今のところ。おお、めっちゃ来るね B ランク、これは嬉しい。さあ残り40連いきましょう。いやーでも最後、まあ、プロ野球の話にしますと、本当ベイスターズやばいよね。ちょっと交流戦前ね5部キープできる、あ、交流戦前までにちょっと5部あたりキープできればいいなとか思ったんですけど、ちょっともうそれどころじゃなくなってきてますよね。借金10だからね今。うん、そう、ちょっと令和にね途中にして、そう、平成から令和になって、あの若干ね、お、勝率上がってきたかなって思った矢先っていうのかな
また落ちてきちゃいましたからね、結局ちょっとまずい。今日はまあ休みなんですけど、試合がそう新潟行ってね、そう新潟行くためにそうなんで前後空いてるんですけど、ま、来週ってか明日か、明日からカープ戦なんでね、またそこから調子を上げていければとは思うんですけど、そろそろ勝っていかないとまずいよね、巨人ヤクルトが落ちる気配が全くないってことで、これが360連目ですね。 C ランク以上確定スカウト、ラストやっていきましょう。あっという間だね、まあ、動画で言うと16分くらい引いてるんですけど、終わりです最後は C ランク選手と全部、はい、ってことで、結局 C ランク以上確定スカウト360連かな、360連引いて A ランク選手が1枚ですね、はい、で B ランク選手は、40人くらい引いてるかな、ちょっと正確な数は覚えてないんですけど、まあ、今回の検証結果としては、360連すると A ランク選手が1体です、 B ランク選手1敗と、はい、まあ、そんな感じでしたね今回の C ランク確定は。まあ、もしよかったら皆さんね、この C ランク以上確定スカウト引いた方、 S ランク選手出たとかねあれば、コメントでぜひお書きください。そう、あとストーブリーグでね、過去にあの誰引きましたとかね言うのもあればぜひねコメント欄の方にお書きください。結構気になる、ヤマーゼストとか引いてる方いたんでね、それ以上とかもあるかなと思います。はい、そんな感じでこの辺でこの動画を終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次のプロス PS、 また他の実況でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。